ええ天気や。中古車ドリル製作。すいません、適当なオープニングを取ってしまいまして、今後このようなことがないことを、誓いたいと思います。本日は申し訳ございませんでした。はい、ということでね、今日はフルトレーラーです。自分中古車はあんまりも取り扱ってはなくて、もう新車作れるんで、まあ、新車ばっかりでやっているんですけども、まあボートトレーラーを仮装する人結構多いんやなっていう、まあ、最近ちょっと思ってたり、まあ、今回これうちが持ってた中古車なんですけど、まあ、これを今度は、欲しいっていう方が現れたんで、まあフルトレーラーで2台張り替えますっていうことで、今回のねこういう仕様になってます。で、この糖質防水シートっていうのを僕は一番最初に引いたりしますけど、まあ人によってはアルミ複合板を下に敷いたりとかします。で、アルミ複合板の場合はまあ大体、まあそうかな、重量的にはまあ 2,3 キロぐらいのもんだと思うんですけど、軽トレーラーはね重量がもうかなりネック、もうフルトレーラー登録になってるんですけど、次の車検で重量オーバーしちゃったらまずいわけですよ。当然木が水を吸ったりとかですね、まあ、そういうのがあるといけないんで、まあ、これ基本サンドイッチでやっておりますということで、まあ一応糖質防水シートを下に敷いてから、荷台を乗せてフルトレーラー化していきたいと思います。まあこの作業の過程で構造要件こうやったらできますよとか、そういうのがあったら初心者の方でもできるようにちょっとやってみたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、今回は糖質吸水シート、防水シートを貼っていきます。まあ今回は安い仕上げ方ということで、今までのように下にアルミイーターとか入れてとかそういうことではなくて、なるべく格安でできるような方法でフルトレーラー登録にしていくっていうような動画になります。まあ参考になればボートトレーラーをフルトレーラーにしたい人がいたら、まあ同じような感じでやってもらったらいいのかなというふうに思ってやってます。はい、タイヤハウスに当てがって、まあそこから引き算をすれば、まあおのずと、飛び出してるところがわかると思うんで、まあ一回タイヤハウスになってるっていうのも手ですね。じゃあ、はみ出た分も。はい、荷台が貼り終わりましたんで、また、防水シートを貼ってから PVC を貼って、やっていきます。まあ、これでね木の鎖はほとんど起こらないと思います。
これ仮にあれがなかった場合はね、もう下からどんどん腐っていくんで、あと上から水が、まあ、浸透したりとかですね、まあ、そういうのもあって、このまままたやっていきたいと思います。じゃあね、シートは全部一応貼ったんで、とりあえずこのつなぎ目のとこですね、ここにまあシールを打って、化粧をいっぱいつ入れて、そこからコーナーアングルって感じで防水処理をしていきたいと思います。そう、最近 YouTube はアップしてなかったじゃないですか。もうカメラが撮影できないんですよ、オーバーヒートしちゃって。なのでもう涼しい時に回すとか、そういう感じで、まあそれで動画が更新されてなかったっていう経緯ですね。もうカメラ壊れちゃったら最悪なんで、まあそれこれぞ YouTuber の苦しみですね。まあそういうことで防水してから最後に化粧のアングルを入れていくって感じで、これが一番まあ安い方法で仕上がるフルトレーラーじゃないかなと思います。はい、ということでね、荷台のほとんどできました。あとここから構造変更で、貨物フルトレーラーにね変えていくのは、2掛けフックというのがいるので、まあこれ2掛けフックをそうですね3つぐらい、片側3つの6個ぐらいをつけて、まあこれで次の車検はねフルトレーラー登録でいけるって感じですね。あと配線見ると、前照灯の1個が切れてたので、まあこれは交換します。あとねこのサイズが2個で1つっていう風に取ってたから、1個だけだとねやっぱあの前照灯の面積足りなくて通らないので、まあこれはちょっと交換するか、1個付け足すかでちょっとまた考えたいと思います。うん、よし、じゃあ荷台がとりあえず完成したんで、次はね、検査の、まあ、主要部分というか、まあ、こういうサビとか出てるところも、まあ、一回ちょっときれいにあのメンテナンスしてやっていきます。あと、まあブレーキチェーンとか、まあ、その辺の確認とかで、保安部品はもうこれを外に出してからって感じで、明日これをシール打つんで、あのシール打った後に表出せば、まあもう水濡れすることはないと思うんで、まあ、これで一旦 OK ですかね。それではね、保安基準にね満たせるかどうかっていうのを、まあどうかっていうのを説明していきたいと思います。まずですね、まあ分かりやすく言うと全部反射器、これ反射板なんですけど、全部反射器、これ年式によって21年以降は全部ホワイトって統一されちゃうので、当時のやつはオレンジでいいんですけど、もう今は全部白になります。でこのマーカーの面積ですね、ここの面積がここかけるここで15センチ以上、150ミリ以上ですね、面積があれば大丈夫です。これもホワイトっていう指定があるので、面積によってこのホワイトを間違えないようにしましょう。次に2掛けフック、フルトレーラー登録っていうのはこの2掛けフックが絶対にいります。荷物の固定をしないといけないので、でたまにいるんですけど、ここに返しないとフルトレーラー貨物にできへんやろうっていう人いるんですけど、これ関係ないです。このフックがあるかないかなんで、必ずつけるようにしてください。次に、三角反射板があるんですけど、これ側方から、側方の一番エンドですね、側方のエンドから40センチ以内に三角の角が絶対触ってないと、打ちすぎると通らないですね。だから、これも気をつけましょう。で、テールランプとかはまあまあ、もうそのままだと思います。特に大きな、まああんまりちっちゃすぎてもダメなんですけど、一応面積が決まってるので、まあそういう、面積をクリアさせてからって感じですね。まあ、こんだけ大きかったら多分、多分というか絶対大丈夫なんですけど、中にはめっちゃちっちゃいのもあるんで、まあ、そういうちっちゃいのは、このテールの面積とか、高腰磁気の面積とか、後退灯の、面積とかを測る必要が出てきます。あと、ナンバー灯ですね。はい。ナンバー灯は、
一応面積がありますね、これもね。はい。あとね、ブレーキチェーン。ブレーキチェーンは2つ必要です。2個必要なんで、左右必ずつけた方がいいかなと思います。